先ほど1年間冷蔵したっていう球根ですね、今4鉢に植えました。で、1号パックの中にですね入れまして、今水を入れたんですけどね、今上にちょこっとこう土をかけてますけど、まあ一応こんな感じでですね、去年の球根を植えてます。今植えてたらもう芽がちょっと青くっていうか緑に見えてるものがいくつかありました。まあこのようにしてですね、今日植えて、どのぐらいで咲くかっていうのも一つは実験になるんですけど、まあとりあえずは1年間球根がダメにならないで、きちんと保存できた、まあこれが成果だと思います。また後ほど報告します。